まあ、アドバイスって、まあ、僕もだんだん年取ってきていろんなことが少し昔の今の若い子みたいな感じで少しは弾いてたんだと思うんだけど、やっぱりシューベルトの音楽ってやっぱり歌の、やっぱりドイチェリードとかそういう歌の曲なんだよね。でやっぱり弦でもやっぱりそういう、なんていうのかな、そういうものをだから若い子もうちょっと聴いた方がいいかもね。あの冬の旅とかさ、やっぱいろんなあれがあるから。でやっぱり必ずしも綺麗に弾こう、シューベルトっていうとなんかみんな綺麗なイメージがあるんだけど、そういうイメージ、もちろん綺麗に弾くとこは弾いて構わないんだけど、やっぱりもっと内面的なものがものすごくあるわけだから、そのハーモニー感とか転調の問題とかって、そういうのをもっとみんなが感じて弾くといいかなっていう感じで、これから特に勉強するときに、ね、うん、そうですね。特にあの今佐藤さんが言ったやたらと転調が多いんですよ、シューベルト。それはやっぱりそういうハーモニーのあれを感じるっていうのがね、やっぱりもっと強く感じた方がいいよね。若いとやっぱりどうしてもそういうのを見落として、うん、テクニカルなこととかそういうことになっちゃうから、うん、で今回来てる子なんかかなりみんな弾けるから、うん、弾けるっていうのはだからそれはそれでいいんだけど、今度はもっともう一つ上に行くためには、うん、そういうイマジネーションとかやっぱり色とか、うん、そういうのをもっと考えるともっといい演奏になるんじゃないかな。そういう意味でやっぱりシューベルトの音楽っていうのがなんとなくやっぱり確かにマスとか死と乙女とかってタイトルがついちゃってるから、なんかこう名曲でこう綺麗に弾くっていうイメージがあるんだけど、実際問題ってそうじゃないんだよね、うん、そういう音楽じゃなくて本当はもっと内面的なもんだから、うん、だからそういうのをみんなもうちょっとこう掘り下げてみると面白いんじゃない。